荒井博文は、日本の競技麻雀団体、最高位戦日本プロ麻雀協会に所属する、プロ雀士である。埼玉県熊谷市出身で、血液型は AB 型。青山学院大学卒業。ラテンを重視した鈴鳴風で、所属団体では、第38期の最高位を体感している。2001年に最高位戦日本プロ麻雀協会の第26期後期会員として入会し、プロ雀士となった。その翌年に開催された第10期の興利王戦では、準優勝の成績を残す。そこからしばらく結果を残すことができずにいたが、最高位戦リーグでは2008年に B1 リーグへ昇級、2012年には自身初めてとなる。最上位の A リーグへの昇級を決める。2013年の最高位戦リーグでは A リーグ1位のポイントで最高位決定戦に進出し、攻撃的な麻雀で第38期最高位を体感した。最高位の肩書きを背負って出場した麻雀最強戦2013ファイナルでは予選 B 卓で敗れ、決勝卓には勝ち進めなかった。各麻雀プロ団体のタイトルホルダーが卓を囲む、詩人降臨2014王座決定戦にも出場するが、無所属の河野隆に敗北している。2014年2月16日に開催された、麻雀最強戦2014の櫻井翔一、森山茂和解説特別プロ予選では、予選 B 卓に出場し、決勝まで勝ち上がるもファイナル出場を逃している。また、2014年には、自団体の第39期最高位決定戦で、村上敦に最高位の座を譲る結果となり、同年日本プロ麻雀協会主催のタイトル戦、第12回日本オープンでは準決勝に勝ち進むが、決勝には残れなかった。荒井は、その翌年の第13回日本オープンでも準決勝止まりとなった。その他、2014年から2015年にかけては、麻雀プロリーグである第15回モンド杯に初出場を果たしているが、予選再開で敗退している。2017年には、毎年1月から8月までに毎月行われている、日刊スポーツ杯スリアロチャンピオンシップの6月度大会において、決勝に進出するも優勝をつかむことはできなかった。2019年には、第14期最高位戦クラシックの決勝を戦う5人に残り、最終的には3位の成績で終わっている。2020年4月5日に開催された麻雀最強戦2020男子プロ代表決定戦プロ雀士ランキングベスト16大会では最高位戦所属の島村俊之が急遽出場を辞退したことで荒井が繰り上げで参加することとなったが予選 C 卓をトップで通過し、決勝では、古橋孝の猛追を退けての優勝、2013年以来7年振りのファイナル域を決めた。12月中旬に実施された最強戦ファイナルでは、荒井は、ファーストステージ、B 卓を2位、セカンドステージ、B 卓を1位で勝ち抜くも、決勝卓では、同卓した大井隆治が、最強くらいの座を手にし2位に終わった。2021年の麻雀最強戦でもプロ代表決定戦因縁の決闘にて出場機会を得たが決勝卓で井出庸介に敗れている。麻雀に関しては打点に重きを置いたスタイルで粘りのある麻雀を打つと第15回モンド杯時のインタビューで話しており泣き仕掛けを好まない。得意とする手役は7と5。2020年4月時点で所属団体の最高位戦リーグでは A1 リーグに所属している。荒井は麻雀プロの傍ら、麻雀教室の講師を務めている。明るい性格で趣味に将棋を挙げており、棋士とのテレビ対局を行った経験もあるほか、人狼ゲーム関連のイベントやインターネット、配信番組にも出演している。ありがとうございます。